んにちは、スーパーモンキーズの伊藤です。2019年5月10日、今から、四万十鯉のぼりツーリングに行きたいと思います。それでは三馬ベース出発です。とりあえずは江川崎まで行きたいと思います。江川崎の、四万十川沿いでキャンプしたいと思いますが、どうなることやら。ちょっと天気がだんだん、天気というか天気はいいんですが、もう暗くなり始めましたので、どうなるやらです。頑張りましょう。6時半を過ぎまして、結構、暗くなってまいりました。さあ、これを右折しまして川崎の方に行きたいと思います。さあ、7時になってまいりました。ここから高知県です。あともう少しです。さあ、7時10分、川崎到着です。鉄橋が見えてまいりました。さあ、これまっすぐで久保川方面に行きたいと思います。さあ、それではこの沈下橋を渡っていきましょう。結構暗くなってまいりました。さあ、今日はこちらでキャンプしましょう。到着です。さあ、ご飯を炊いていきましょう。さあ、アスパラベーコンに、あとはレンコンの揚げ物、いろいろ温めていきましょう。さあ、今晩も一番搾りで乾杯です。さあ、それでは乾杯です。さあ、ご飯ができました。あちちちよっ、おお、いい具合にできております。
さあ温めていきましょう。さあおでんが、おお、出来上がってまいりました。宇和島の方にはないちくわですが、このガビガビのちくわ食べてみましょう。うん、あ、味が染みてます。結構おでんといえば卵であります。卵いきましょう、いきましょう。スープがありますのでうどんを入れていきましょう。さあ沸いてきました。それではうどんいただきましょう。
さあ、ご飯を開けてみましょう。こんにちは。おちゃんとカニの穴もできております。いただきます。それでは、金華橋のキャンプ場出発です。